UCLA のロイスホール、イタリア、ミラノのサンタンブロージョ教会に着想を得ている。ニューヨーク州オールバニのニューヨーク州会議児童、ロマネスクリバイバル建築、またはネオロマネスク建築は、11世紀から12世紀のロマネスク建築に着想を得た19世紀後半によく見られた建築様式である。ロマネスクリバイバル建築によく見られる特徴としては、丸いアーチ、 窓の上の半円アーチ、ジャバラ層がある。本来のロマネスク様式に比べると、アーチや窓の装飾は単純化されている。19世紀後半から20世紀前半にかけて、大学のキャンパスでよく採用されており、特にアメリカが衆国の大学に多い。例えば、カリフォルニア大学ロサンゼルス校や、南カリフォルニア大学の建物が有名である。教会にも広く採用され、 シナゴーグにも稀にロマネスクリバイバル建築が存在する。例えば、1929年に建設されたニューヨーク五番街のエマヌ・エル神殿がある。ロマネスク様式を自由に解釈して設計を行った有名なアメリカの建築家としてヘンリー・ホブソン・リチャードソンがいる。アメリカ合衆国で彼が設計した建築物から生まれた建築様式を リチャードソン・ロマネスク様式と呼ぶ。ロマネスクリバイバル建築に先駆けて、1830年代に、ドイツ本国や世界各地のドイツ人がランドバガンスティルを生み出している。19世紀のイングランド国教会では、各教会の運営方針によって、建築様式に違いがあった。天礼を重んじる公共会派は、オックスフォード運動の影響を受け、 カトリック教会と共にゴシックリバイバル建築を採用した。一方、提供会派や公共会派では、ロマネスクリバイバル様式を採用した。ありがとうございます。